しょっぱい。女一人でこんなとこ。父すげえ。わかりやすく失恋してるな。ほっとこう。川で適度に溺れて罪の意識植え付けて。そんな気あった？ありました。僕でもうっかり。とか半身新品だからって調子に乗んなよ。乗れねえよ。使う勝手に認定しないでください。親子丼。親子丼食べたい。ちょっと、トランク忘れてますよ。いいやつだな。何してんですか、こんなとこで。河合先輩。あの人、酔っ払うといろいろひどいから近づかない方がいいよ。手遅れな情報ありがとうございます。それめっちゃ楽しそうじゃねー。何してんの、あの人。先輩、ちょっと、なんで、あ、危ない。うさくんがかばってくれたからよかったものの。ああ、いえ、単に下敷きになっただけで。メール見ちゃった。信じてたのに。まゆみちゃん、ほんと男運悪いわね。ああ、それはマザーボードが死んだっぽいですね。その森岡さん、あの、明日確かお休みですよね。そうだ、よかったら俺に作らせてください。で、つまり桜井さんはこの部屋に入るってことでは。準備万端。狭いところですけど。いえ、片付けといてよかった。ハードディスクのデータは無事だと思いますよ。メモリも新しい方に挿しちゃいますね。あ、森岡さん、お茶。あっち。大丈夫ですか。森岡さん。桜井さん。やばかった。そういや、昨日変わった人見かけたんよ。変わった人？大学の駐車場にね。そう言われてみれば何か見覚えがあるような、ないような。篠明、その女の人って白いベレー帽をかぶってなかったか。おい、貫之、一体どうして。みんなすまない、今日一日俺姿消すから。どういうこと。やっぱりここだった。昨日の久しぶり。会いたかった。ねえ、ズー君。ここにいる六音寺貫之さんの婚約者です。婚約者。朝のホームルームを始めるわよ。と言いたいところだけど、教室のゴミ捨ててないじゃない。これでよしっと。なんだ、シャッターチャンスだ。危ない。大丈夫ですか。ええ、俺もなんとか。まあいいわ。でもなんでこんなところにいるのよ。俺は先生に頼まれてゴミを捨てに来ただけで、それって不正投稿。不正投稿って、そんなつもりじゃ。いいですけど。本当？ありがとう。じゃあ写真も削除して。撮ってるんでしょ。いや、それは。どうして。こうして俺は着せずして、室戸先輩の弱みを握った。お前、歯に当たったのか。う
のよ。俺はいいけど、お前笑いやしいファーストキスだよね。でも、だっつんでよかったよ。怒ってるよ、感触が。うん。あ、レポート用紙がなかったから買ってくる。うん。Excuse me? 何してんのよ。ミスター。おう。Turn left at the post office. Thank you. Yeah. Little girl. 着替えてくるからちょっと待ってて。うん。あ、これはあのファイルいるな。一旦降りなよ。俺が椅子の高さ合わせるからさ。代わりに取るなんて野暮なことしないって。全日本バレーボール高等学校選手権大会。小さな巨人が戦った舞台、雰囲気が大事なんだから。これはすなわちラッキーイエロー。すまない、これは不可抗力だ。大丈夫ですか？おい、カノコだろ、久しぶりだな。リュウちゃん久しぶり。相変わらずでっけえな。なんかすげえ育ってる。じゃあ頑張ろうね、リュウちゃん。おお。誰か助けて。支えてるから早く。すごい、この子はもっと長くても。ありがとう、助けてくれて。いい加減にしろ。オペレーション新見春が発令だ。自分の身を捨ててでも新見さんを守るのみ。ちょっとここで待ってて、部室に用が。ええ。もうちょい下がって。あ、なんだ。マル君危ない。新見遥の写真が思うように集まらない点についてだ。前田がドジばっか踏んで足引っ張るからよ。あー、兄やー、助けてー。とにかく離れろ、前が見えん。で、その蜂はどこにいるんだよ。あれ、いないね。いなくなっちゃった。次の授業始まるぞ。はい、またね、兄や。ああ、またな。なんだかすごいな。次に向かうための資料です。そっか、さあ上がって上がって。あ、はい。先輩のベッド大きい。これなら二人で余裕で寝られますね。覗いちゃおーっと。ダメだって。どうしてですか？どうしてって、汚いし埃っぽいから。どうかした？別に。